はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説2シークレットオブマナ、続きをやっていきたいと思います。とりあえずですね、魔法レベルを全体的に上げましたと、あとちょっと魔法レベルをね上げてて思ったのが、ショートカットに魔法をセットしておくと楽ですね。なので、左がプリムの回復で、右がポポイの攻撃になってます。これはジンのエアブラストですね。まあ、これでちょっとやっていきましょう。ただ相変わらずね、魔法はそんなに頻繁には打てないんで、まだねマジックパー14しかないんで、2使うやつでもね7回打ったらね終わっちゃうんで。で、なんか下の方だっけ、あのクリスタルオーブがあったところ、あそこへ向かいましょう。いいね、これマジでね気失うのがね強いよこれ。あとタコ殴り状態だから、あと命中率ね、やっぱり 100% まで貯めた方が命中率も高くなるみたいではあるんで、まあ、気を失うのはどうなんだろうね、 100% じゃなくても失うんで。やばい、なんかまたこいつやばくなってるよ。ポポインかけましょう。ヒールウォーターレベル3ですね。もう魔法も別にね、あの熟練度が上がるのは回数なんで、来て消耗が激しいやつを使った方が効率がいいかって言われると、むしろ効率が悪いっていう。でね、プリムはね、あの自分にかけられるんで、どん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 魔法レベル上げていけるんですけど、何こいつバグってねえ、何、上の表示がバグってんだけど、どういうこと、当たんねえし、ってひで、俺の攻撃は当たるし、じゃあ俺の攻撃は当たんないのに俺に攻撃は当たるって、いやどういうことよ、もう本当に584とか、何ダメージが蓄積されてたの超謎なんだけど、なんだかんだで俺もあれだね、ヒットポイントが減ってきたね。どこにあったっけ、回復しましょう。よし368とか、回復量がすごすぎる。なんか下の方にあったよね、あこれだこれ。一応なんかかけろみたいなことは言ってたけど、どうせジンでしょ。当たらん、宝箱。おお、まんまるドロップか。スリープフラワー、ひどい、もう何にもできない。この時にねキャラクター変えて、ちょっとあいつはほっとこう。これ好きで、なんかね、その今誰を選択してるかっていうのがね、その色でわかるみたいなんだけどよくわかんねえわちょ待ってね、これ水色自分かで、これピンクだからプリムってことか。ディテクト、ジンの魔法に反応する。まあ全くその通りだよね。で緑がポポイか、これって何でもいいのかな。エアブラストにしとく。このくらいだったらさ、なんかよじ登っていけそうだよね長くなったらなくなったけどさ。うおー、俺がスポイト食らってる。いて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 、どういう状況だこれは。あいつはほっとこう。あ、このコウモリくんがいるのか。あの右の方からもさ魔法打ってくるからねひでえ、何もできん。これ好き、これで倒すか。あ、向こうにもいるね。2ヒットとか3ヒットとかねしてくれればすげえ助かるんだけど。あれ、これ上とかもいけるよね。
ちょ、待って待って待て。またスリップフラワー食らったよ。そしてレベルが上がったよ。これ好き。ほら。うおー、また食らった。魔法だね。もうほんと魔法がね、強い。下にもいるし。これ好き。レベル3まで上げたけど敵がいない。これで決める。また敵がいっぱいいるね。サンダーセーバー、いけ。みんなどうなってんだっけ、その狙いは。一発目がさ、ミスったらさ、二発目でさ、判定があるとか、そういう風にしてくれればいいのに。そういうところのシステム周りは特に変わってないよね。ミス。あれ、下にサハギンがいる。こいつぶっ倒そう。お、いつの間にか、いつの間にかポポイが、あれ全体にして多分ね大丈夫のはず、回復してくれるはず。よし、回復してくんねえし。あ、下か。でもワンテンポ遅いよね。またあのちっこいのが飛んでんね。え、今の当たってないの。ちょ、待って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 。またポッポイがまずい。待って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 、なんかみんなタコ殴りにされてんだけど。ちょ、待って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 。まずこいつ、ポッポイを回復させて。エアブラスト使おう。多分どうせどっかに町があるでしょう。結構敵がいるね。遠距離攻撃の方がいいんじゃないか。なんか無理にグローブ使ってるけどさ俺。もう硬すぎでしょ。めんどくさくなってきた。なんか普通に攻撃して倒すのが。よーし。で結局どっちへ向かえばいいの。あ、気を失ったって言ってもなんかすぐ目覚ますね。悲しい。初手をミスると悲しいよね。ただ上にしか行くところはないか。おお、サイレス。状態異常がね厄介だよね、マジで。47とか寸劇なんだな。エアブラスト全員使おう。上のやつも、おお入ったね。何がどうなってんだか分からん。ダメージ的になんとなく全体に、全体が見えればエアブラスト入るっしょ。もうグローブあれだからちょっと変えちゃおっか。ジャベルにしよう。
投げるぜ。これ遠距離の方が良くないか。使いやすいぞ。プリムの何に…また当たらん。なんで当たらないの。熟練度的な話。こっちはいけないね。あ、宝箱になってる。ひでえ。結局何だったの宝箱の中身は。エアブラスト。うわ、スリープフラワーとか連発されるぞ。誰も動けなくなるじゃん。あれ、なんか洞窟みたいなところに来たな。マジか、まだまだ続くか。マジクパ5しかないよ、もうポポイ。え、普通にゲッゴッと当たった。23か。え、タフじゃね。倒したか。いけない。これなんかアックスで倒す、壊せんだっけ。あ、壊せんね。振りがね長いよね。モーションが長い。あっち側とかはいけないか。これスチールランスだった。ジャベルにしよう。え、こっち何。え、何何何何。おお敵かと思ったよ。我々マタンゴ一族は野蛮なマイコニドとは違い平和に暮らしているよ。人の言葉は喋れんだな。トリフォー様はきっと皆さんにも親切にしてくださるでしょう。トリュフかね。あっち行けないの。キノコ壊せないのかな。見ての通り我らは弱い種族。とても北の洞窟の中に住むモンスターたちとは戦えない。マタンゴ、これが挨拶の言葉。森が最近騒いでいるよ。何かよからぬことの前触れか。いや、まあ町があったのはいいけどさ、宿屋ないのかな。これ壊せるかだけ試してみよう、グローバーで。あ、てかここ武器出せねえじゃん、そもそも。本当だ、これが別れの言葉。こいつは。ゆっくりしていってね。あれ、なんだ、イベントが始まったってわけではないか。見ての通り我らはよ。ここはこの国の王トリフォー様のお城。あ、左に道具屋がある。トリフォー様はきっと皆さんにも親切にしてくださるでしょう。魔法のくるみ欲しいんだよね。魔法のくるみ、いらっしゃいませ。すげえ金持ってんだけど、いつの間にか。ウルフバンド、腕かこれ。パックンチョコも安いからさ、買いだめしとこう。で、これ500円だもんね。8個買える。買えるわ。プイプイソーもちょっとじゃあ全部買っとく。天使の聖杯も全部買っとこう。で、羽帽子。え、どれが強い。派手なつなぎとか、え、強いのこれ、そもそも。いいや、見つかっとこう。1個、これ1個でしょ。で、これが2つ。で、これが3つ。何個あった。連打してたらよく分かんなくなってきた。まあ、とりあえず装備だな。これ上がる。で、派手なつなぎ上がる。で、リストバンド的なやつ上がる。で、なんでこっちに行ったんだ。キャラクター切り替えこうか。で、羽帽子。あれ、羽帽子1個しか買ってなかったっけ。まあいいや、上がる。で、これ上がる。
種帽子が1個しかない。7も上がるのか。7はでかいな。ちょっと上がるだけでも結構火ダメージ抑えられるからね。よし、じゃあもう1個買おう。いらっしゃいませ。羽帽子と他にまたお越しください。3つとか4つとか買えないのかね、一気に。よし、あとは宿屋で寝たいんだけどな。この中に宿屋ないかな。完全にし、あー、ワッツがいる。今この人から皆さんの話を聞いていたんです。早くねえか、お前ここに来るの。遅かったじゃない。とここに来ると思って待ってたんだよ。お前どうやってここに来たんだよ、そもそも。俺たちはジンの魔法を使ってようやく来たのに。鍛えられる、チャクラも鍛えられる。おお、なんかすげえかっこいい。鉄のブーメランだった。ジャベリンは無理、爪も無理、ディフェンダーも無理、グローバー無理、ランスも無理。あ、これだけか。王様は奥の部屋にお会いします。奥ってどういう奥？この先は危険。王の許しが必要だ。え、それは下ってこと？ここ宿屋っぽい。寝よう。一泊50ルクです。ベッドが藁だな。まあ、結局掛け布団とか掛けないからね。セーブはしておきましょう。セーブの音が変わんないんだけど。変わった。いや、驚きましたよ。私が山の洞窟で絶滅したはずの白竜を見たんです。本当だよ。なんで最初敬語なのにさ、いきなりタメ語になりだしたんだけど。かつて我らの先祖は生き物を操って大空を自由に飛べたらしいんだ。白い竜のような生き物だったらしいが、今ではもう絶滅してしまったとされている。なんでキノコごときが竜を操れるんだよ。昨日国の者が北の洞窟でその白い竜を見たんだって。お前たちも知ってるだろう。マナの要塞と神獣の世界を炎で包んだ戦いの伝説を。その神獣とは違うみてえだが、世界には昔から神の獣って呼ばれてる生き物がいるぜ。時々森の中とかでわけのわからない黒いやつが飛んでるだろ。あれだよ。え、黒かったっけ。ドリフ王様は亡くなられた先の王様の後を立派に継いでいらっしゃる。しかしドリフ王様は少々無効水なところがあるので、苦労が大変は。王様に話しましょう。あれ、話せん。ついに来たか、伝説の勇者たちを。待ってたぜ。とぼけたってダメさ。この国にはちゃんと伝説があるんだから。いいか、白き神の使いに災いあるとき、政権携えし人の子の勇者現れ、国を救わん。なあ、お前らのことだろ。まあまあ、そう照れるな。ちゃんと分かってんだからさ。ちょうど昨日、国の者が北の洞窟で白い竜が大蛇と戦ってるのを見たんだ。まさに予言は大当たり。さあさあ、一回右の出口から洞窟に向かってくれ。神殿？知ってるけど、うちの伝説じゃ勇者はまず洞窟に向かうぜ。その後で神殿への行き方を教えてやるよ。ほら、急いで。そうだ、勇者が来たら上の階の宝箱を開けさせるように言い伝えがあるんだ。開けてってくれ。言い伝え多いな。何でもかんでも言い伝えだな。まあ、宝箱を開けていきましょう。多分何かの武器パワーだよね、どうせ。スピア、スピアは開けていこう。あれ、スピアってどっち？投げる方？投げない方？投げる方のスピアってなんて言うんだっけ？遅かった。ジャベリンとかなんだっけ？
待ってた。どっち？あ、ジャベリンの方だね。サハギンの森になってる。サハギンの森ってさ、あのサハギンが持ってるやつだろ。あれどっから行くんだ。こっち下行けねえし。1階か、この下か。でこっちね。オーケーです。偉そうに。よし、じゃあ行くか、先へ。洞窟ね。なんかヘビがいるって言ってたよね。お、同じもん。あ、違う、グローバーだ。俺も同じもので対抗しよう、サハギンの森。そうか、ブーメランも鍛えられたからね。やっぱり遠距離からさ、プチプチ攻撃する方が良くないか。危険を犯して接近する必要はない。ちょ、上のやつこうしよう。キノコ突き破るな。何こいつ。サハギン対サハギンなら俺のサハギンの森の方が優秀だ。ほら、ヒット&アウェイ、これでいこう。わんさかわんさか敵が湧いてくるな。のろくなったわ。やっぱり鉄の槍の、鉄のブーメランか、鉄のブーメランのおかげかね。こいつ意外にさ、回避率高いよね。またプリムちゃんが攻撃してくんない病になってる。裏から行こう、裏から安全に。おお、スリップフラワー食らってしまった。いや、めんどくせえからもうブーメラン投げてよ。あ、戻った。今度ほぼいでやろう。うん、こっち側なんかあるかな。あれ、なんか行けそうで行けない。じゃあ上に行きますか。びっくりした。そうだよね、まだね、こいつ技使えないよね。1の技も使えない。よーし、じゃあこれさ、ここ安全に行こう、安全に。プチ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 当てていこう。あいつにも当たってる？分からん。レベル1技、これで決める。け、出てきやがった。テンポはね、あんまりよろしくないよね。敵のなんか変なモーションが長いからさ、で連続してね、攻撃できないからね。あれ、あっち行けねえじゃん。しかし俺のこの飛び道具があれば、プチ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 当てて倒す、倒します。どっか行っちゃった、倒したか。おーっりゃミス。おー、俺が最後使った。ちょっとサイレスがよく分かんなくなったら変えとこう。うおー、また食らった。今飛距離伸びた、これプリムも20。
あーそこはあれだね、多分無知でいけるね。無知と流行ってる無知、美人さんの距離、無知使うような距離じゃなくね。どれだっけ、サハギか、貯めとこう。いるね、いくぞ。ほら、お、結構強い。当たれば結構強い。あれ、もう一匹いる。1とかってなんなの。あいつ地中に潜るからさ、倒したのか倒してないのかよくわかんないよね。この2人が何とかしてくれるわ。じゃあそんなことはなかった。こっちにいる。ちょっとこっちを倒してからやっぱり向こう岸に行こう。出たー、突然出てくる、このよくわかんないやつ。もう一回出てきた。何、分裂してる。そんなんなの。え、いっぱいついてたけど、本当にすんげえいっぱい出てくるよ。なんなんこいつら、サンダーボルトとかやばくないか。魔法使ってくるからね、こいつ。いや、ポッポイがやばい。どれだ。おお、スピアレベル2って言ってもあんまりつかないんだよね、まさか。1、2、違いが分かんないんだけど。上げていくか、パックンチ横か。またサハギンの森にしたいからこれだな。右も行けたけどね。これで決める。どうする、ちょっと一回あれ使おう、レブラスト。お、これレベルアップ。何でもない。また敵復活するかね、これ。めんどくさいことに。ちょっと押して通ろう。これはどこだ。100。エアブラストを撃ってくれればもういいよ、こんなしても。
なんかあっち行けねえんだけど溜めてたら行けなかったんだけど。反応しねえってことはアースクエイクとかにしないとダメ。反応した。やっぱあるんだね、対応したものが。でちょっと戻ったところにあれかな、行けるようになったのかな。こっち、なんなんこれ謎すぎるんだけど。よし、当たればね、だいぶ効率はいいからな。また1体出てきたよ。いきなりボス戦になったな。え、上？え、どこ？あ、いきなり出てきた。待ってね、あれをかけよう、ディテクト。あ、弱点とかも分かるみたいな感じ。マジックは8とかあるんだ、やっぱり風の力に弱い。クリムはちびっこになった。直そう。魔法はね、使えるでしょう。リフレッシュ。こいつはなんかさ、当てやすいね。魔法のクリムは使わなくても大丈夫かな。弱っ。こいつは弱かった。剣のパワーアップ、よーし。え、先へ進める。あ、これさっき見たとこだね。敵は特に出ないか。おお、普通に攻撃しようとしてんだけど。伝説の白竜、こいつとさ、髪型かぶってね。きっとさっきのモンスターに親竜が。このままここに放っといたら死んじゃうよ。連れて行こうよ。いや、髪型同じだよ。でも子供とはいえこんなに大きいし無理だよ。トリフォーに相談してみよう。はやもう連れて帰ってきたの。そうか、間に合わなかったか。よし、俺が面倒を見てやろう。トリフォー様。うるせえ、もう決めちまったぜ。いいな、お前たちは
訳ありだろ。さあ、後のことは俺に任せて旅立ちな。引き止めて悪かった。まあ、時々あいつの様子を見に来てやってくれ。あ、あれの名前、フラミーってのはどうだ。別にいいよ。そういうわけで、フラミーだ。いい名前だろ。南の森の大砲屋も戻ってきたらしいぞ。カッカラ砂漠には火の神殿があるっていうぜ。神殿探してんならそこが一番近いかな。頑張れよ、応援してるぜ。うん、話せはしないね。こいつはキノコだから食われちまうんじゃねえか。餌ある、食おうみたいな。遅かったじゃない。こいつはずっとこれしか言わねえな。もう終わったんだよここのイベントは。待ってたよ。さてさてさて、剣が鍛えられるようになったので、かっこよくなった。これ何、草薙の剣とか。名前は超かっこいいんだけど。そうでしょう。攻撃力2しか上がんねえけど。ちょっと宿屋に泊まってマジックパワーをね回復させたいですね。宿屋じゃねえし、間違えた。宝箱があったところだった。この上だっけ。寝てついでにセーブもしておきましょう。一泊。なんか最初の方は金がねえみたいなこと言ってたけど、今もだいぶ普通に金が有り余ってんね。そんなに頻繁に買い物をしないからね。南の大砲屋ってどこ？とりあえず下へ目指していけばいいか。こいつなんか言ってくるよ。こんなとこでさ、ゆっくりしないよね。え、一回この王国から出るってこと？こっち側とか行けないからね、そもそも。いや、行けない。めんどくさい。いちいちこれで破壊しないといけないのがめんどくさい。まことないよ全体。どれがどのダメージなんだ。俺の攻撃あんま強くないよね。大して当たらない。なんなのこれは一体。ワンサが出てくるね。本当にワンサが出てくるよね。こいつらもう一回かけよう。エアブラスト。強え、魔法強え、マジで。下の方にとりあえず目指すか。なんかあいつ魔法唱えてるって思ったら食らった。めんどくさいから変えていこう。ああ、あの黒いやつ、羽が黒いね。確かに。え、でも下なんてあったっけ。なんか行けなくなかった。こっちだって行けないっしょ普通に。割と全員入るようにエアブラストを打つ。エアブラストはこいつは効かないか。弱点特性が違うんだな。弱点っていうか耐性があるんだな、そもそも。のが早い。げ倒せなかった。ひどい。おお、
あれなんかいる？あいつ攻撃してるけど。まず魔法かけよう。で、ヒットミットを減らす。256。超強いな。そりゃ70だかんね。ポイントも食らった。じゃあポッポ行ったらさ、なんか死んねえけどすんげえ減るんだけど、これをそうだ、これにしてこれでこう、ああなぜかブーメランになってしもうた。こうか、もうめんどくさーい。お前が倒れてる間にイモムシは排除してやったぜ。だからもうマジックパンが2しかない。3人いるからちょっと全体にかけよう。マジでどこにいるの、その大砲屋みたいなの。行くぞ。おりゃスリープフラワーを食らった。魔法が使えない。パックンチヨコじゃなくて魔法のくるみを食らしてあげよう。あ、50回復するからね、当分の間は簡単に全開まで回復するね。もう全体にかけよう。またエアブラスト。あいつエアブラスト効かないね。いけ、エアブラスト以外をね選ぶのがもうめんどくさいんだよね。ショートカットに設定してるから。いってー、ショックを受けた。え、どこ、マジでただ戻ってるだけじゃね、今のとこ。これで決める。どっから撃ってくんだよこのスリープフラワー。こっちからはいけないか。並んでる、仲良く並んでおる。気を失う前に魔法打ってくれたのはでかいな。あ、こっちにいたか。これで決める。ミスとかさ、すげえ悲しいんだけど。あ、いっぱいいるいっぱいいる。ここは魔法出番だな。すげえわ、ほんとすげえわ。多分 100% じゃなくても普通に攻撃は通るね。だってこっちないよ。下？いやー、だってここまた戻るだけだよね。
ちょっとラビ多すぎ、ラビ多すぎ。エアブラストで片付ける。あれこれもう戻りすぎた。これ普通の普通のとこじゃん。南の大砲屋がどうっていう話じゃなくて、ファイヤーボール食らったけど大丈夫か。行って行って、あれどこだっけ、ここでなんか撃ったんだっけ。でここも別に下行けねえし、こっち側しかないよね。ここも回るだけだからね。おっちょい、いったしている。あ、こっち側がいける？あ、いた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 、ここか。グシシ、いらっしゃいよ。どこ行く？カッカラサバ。氷の国ってなんだっけ？あれ行ってないよね、氷の国とか。まあ、いや、カッカラサバ行こう。砂漠。ちょっと自信ないよ。大丈夫かな。さあ、大砲に入っとくれ。絶対ミスるでしょう。あーでも砂漠には落ちたね。ミスったか。街を探さないと干からびてしまうぞ。枯れるわけではないか。いきなりあれだな。あーでも上にしか行くところはないか。よし、じゃあ上に行こう。おお、いるね。なんかよくわかんないのか。上のやつも当たった。おりゃー、もうどんどんまことないけど、左にはいけるっちゃいける。右にもいける。おー、なんかあれ地獄っぽいのがあるよ。ファイターレック、すげえ。414とか強すぎだろマジで。これこそ、うわー、アスクエイクとか、いいねいいね。ちょ待って待って待って、あ、そう、魔法が使えねえんだそもそも。まずどうせ街を探すことから始まるから、魔法はどんどん備えていこう。金が貯まる分あれだね、魔法戦になってんだけど完全に。話せません。使ってる多分、全然わからんわ。倒した、あそこにもいる。レベル2を叩き込む。当たってないし、やばいやばいやばい、ダイヤミサイル食らった。
ここは完全に浮き投げの方が良さそうか、当たんねえんだけどめんどくせえ本当に。困った時のエアブラストどうなったのマジで意味不明なんだけど、すげえでも分かれ道がいっぱいあんな。どう繋がってるかはちょっと把握しておいた方が良さそうだね。ちょっと3体排除にしよう。え、今ない。あーでもヒットポイントもだいぶ高いね。敵のプロテクトとかまた厄介そうなの備えてきたな。おーりゃー、一体にやれば確実に倒せるからね。エアブラスト348とか。ミスさえなければな、もうちょっと効率いいんだろうけど。倒した、よーし、バズレベルアップ3になったね。3貯めたいね。またこれかい。おーきゃー、待って待って待って、ここに行けば3に当たる。うわマジどうなってるんだかさっぱりわからんわ。痛い、これ好き。あ、だからこうなった。パックンチョコか。こいつさ、なんかすげえ無視して打ってくるよね。なってんだこれ。永遠に続いてるとかある？なんかそんな感じがするんだけど、正しい道を行かないとダメとかそういうパターンかな。カボチャがいるね、いっぱいいる。なるべくいろんなやつを巻き込みたい。あいつもあいつもあれが意味あんのかな。そのサボテンみたいなのが生えてるじゃないですか。サボテンがいっぱいある方向へ行けみたいな。それか岩かな。アンモナイトがある。どうなってる。マップ移動してる。なんかヒントあった？ないよね。なんだかんだやってるうちにプリムが死にそうになってるし、アンモナイト。間違えた。スコピオ引っかかったね。
げえ、もう水だらけ。オッケー。あ、そっか、プロテクトかかってるからか。全然わかんねえな。これなんか最初のところっぽくね。そもそも最初のところに戻ってきてしまった。最初のところってあんまないとあったっけ。なんか右と左が行けるって言って右に行って、まあいいや、左に行こう。岩がだいぶあるね。全部いけるのか。あー戻ってる。でもかぼちゃがいるね。いやーマジで迷ってるぞ。まずは町を見つけよう。確かに、あ、なんか始まった。じゃあ走ろう。困ったな、本当に干からびてしまう。見て、向こうに何かあるよ。行ってみましょう。向こうってどこ。ヒールウォーターってさ、少なくとも水じゃないの。痛い。船だ、乗ってみよう。単純すぎだろ。しかも簡単に乗れるの。あ、うわ、助かった。こら、何者だ。共和国の戦艦サンドシップと知ってのことか。貴様ら帝国のスパイだな。死ぬよ。どうしたんだ。は、怪しい連中を見つけました。中佐、まあ、見つけたっていうかこいつから勝手に来たんだけどね。まあ待て、大方砂漠で迷子にでもあったんだろう。死にそうでした。じゃあ助けてやるから、しっかり働いてもらおう。お前は機関室に、チビは調理場、女には肩でも揉んでもらおうかな。ほらさっさと持ち場につけい。素直に従うところがまたあれだね。しっかり働けよ。ほーい。神秘か。そうかそうか。俺の名はセルゲイ。世界の海を股にかけた大海賊様よ。というのも昔の話、今じゃ世界中の海が荒れ狂い始めて商売上がったりってわけさ。仕方ねえからこの船に潜り込んで船乗り気分だけでも忘れねえようにしようと思ってな。まあいつかは海に戻れる時も来るだろうよ。それまでの辛抱だ。こいつは船長は共和国の騎士メレリア提督だけど、孫のモリエル中佐が仕切ってるよ。あれか、世襲制かね。孫の言いなりさ。言ったよね。中佐に睨まれたら砂漠に置き去りにされちまうぞ。おや、あなたも砂漠で拾われた口ですな。私らどうなっちゃうんでしょう。この船は共和国の秘密戦艦サンドシップだ。帝国の手から火の神殿を守っているのだ。全然秘密感出てないんだけど。しっかり働けよ。しっかり働けよ。ウィース。え、もう全員話したんだけど、もう一回こっち話すか。ここから逃げたい。仲間がいるのか。よし、任せとけ。階段のところで兵士に話しかけろ。これエアブラストとかできないね。逃げたいっていうかさ、助けてもらったのに早いな。うわ、大変だ、火事だ。何、邪魔だ、どけ。どういうこと。火事はどこだ。頭悪すぎだろこの兵士たち。ちょ、どっかに向かって動いてんのか。
全然兵士がいねえな。人手不足か。どこも人手不足だからね。あの兵士に見つかりそうだけどね。これ何？あ、扉か。おおい、雨かこら。食料を片っ端から食いやがって。貴様、こいつの知り合いか。さっさとこいつをここから連れ出してくれ。兵士がちびすけ一人。船の食料をかどうにもできんとは。貴様、こいつ。え？貴様、このじいさん。貴様、声がいい。生かしてるぜ。こいつの知り合いか。若いね、あのじいさん。あれついてきてない。話さないといけないのか。じゃああとはプリムか。なんか中3のところにいるって言ってたよね。アホだな。ネズミ、おい、肩を揉めよ。絶対や、アクトピーだ。貴様、生意気な。何を、やる気？こりゃ森へ、騎士たる者、女に手を挙げてはならぬぞ。あ、おじいちゃん、だってこいつ生意気なんだ。それはかわいそう。ほれ女、出て行きなさい。すっげえ無能だな。信用が全くねえなこいつら。まあ無能だからね。報復しろ。くそ。まあちょっと上にねあいつがいたけど、船内を見て回ろう。まあいいか。もう報復しろ。おや、こんなところで諸君に会えるとは思わなかった。タナトスの報告にあった3人組とはお前らのことだったのか。よし、私が直に勝負してやろう。行くぞ。いや、ずるくね。行くぞ。待って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 。まずはジーズディテクト、これかけよう。お金持ってるとさ、なんかあれだよね。こいつのお金パクりたくなるよね。クイックがなんかなかったっけ。ノーム、かけよう。よし、で、ハイエナ。
景だな。こうやって見ると。ちょっと回復かけとこう。全然乗りこなせてねえじゃんこれ。無知。全然使ってないけどね。僕の船が。え、船どうなったの？情けない。いやはや、皆さんがいなかったらどうなっていたか、まことにお恥ずかしい。何？ゼーマの知り合いか？いや、お主が噂の聖剣の。通りで。いや、なるほど。孫を甘やかしすぎたようです。許してくだされ。ビシビシ鍛え直します。忘れかけていた騎士の心を皆さんに見た気がしましたよ。ありがとう。それはいいとしてさ、ここはどうせ。ここから北に行けば、オアシスのカッカラ王国がある。火の神殿はその西の方だよ。まずはカッカラ王国を目指せばいいのかな。これでメレリア帝国も昔のように立派な騎士に戻るだろう。あ、なるほどね。もともとは有能だったのか。強いね。惚れ惚れしちゃうよ。じゃあちょっとそっから王国までには行きたいね。ここで本国からの救援を待つことにする。君らはもう一回。はい。ここから北に行けば。じゃあさっき聞いた。なんか。わけのわかんないところで放り出されたんだけど。お、こいつらがいっぱいいる。ここは砂漠のオアシスの町、カッカラ王国です。ただ町の音楽は悲しげだね。あいつは早えな、相変わらず。とりあえず宿や宿や。じゃあとりあえずカッカラ王国に着いたので、今回はここまでにして、次回はこの続きからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。